なんだこれ。ウエスト。始まった。鏡のシーン。ゆうくんです。元サッカー選手です。同い年で、今バリエンスさんって、ここもあれですね、元サッカー選手のガンバでサッカーやってた崎本さんがやってる会社なんですけど、そこで今働いてるんで。午前中は南葛でプレーして。あ、プレーしてんの？してる？まだ現役でした。じゃあ佐々木とかと一緒にやってんの？そう。佐々木龍さん。アントラーズ。はい。です。で、今回僕が断捨離したいということで、バリエンスさんに手伝ってもらって、はい、フリマ企画をやるということで。はい。で、ワンちゃんもね、ワンちゃんも商品ちょっと出すのと、はい、今日なんか僕の商品をあさってますよ。買います、これは。すいません。これも買われちゃいました。でもこれの色違いあと2色ぐらいあるんで。めっちゃいいっす。あと、ゆういちも友情出演。月人です。ダメカフェです。よろしくお願いします。あと、言うことありますか？なんかステッカーを携帯の裏とかにね、ある感じのウエストステッカー作ったんで、これが先着何名でしたっけ？200名限定で応対するので、ぜひ皆さん来てもらえたらなと思います。アリウスさんっていうところで、アリウスさん、はい。じゃあ商品紹介、ワンちゃんが着替えながらやっていく。確かにまあもう3つなくなったから。それもう決定したの？これもう買っていいか。セット。このセット。俺が売るかもまだ決めてないんだけどね。売りながらこれやっぱいいなとかってあるじゃんね。あるあるある。これとか。これは渋い。これとかめっちゃいいのよ。マルジェラのなんかね、継ぎはぎみたいにして作ってる。ジャーマントレーナーですよね。あ、そうイメージ。はい。かっこいいね。いくらですか？俺ね、出品価格は3万円ぐらいで、今のところちょっと専門家の方に値付けしてもらったのがそうじゃないので叩いてます。で、この前したんだけど、この辺とかもね、やっぱ人気ですよね。トラビス・スコット、へえ、ナイキもっと盛り上がると思うんですよ。もっと盛り上がるやつですよ。これ結構すごい、全然わかんない。これ結構人気のやつなんだ。へえ、ちゃんとレアですよね。ちゃんとレアです。これ市場にこれ箱あれば、箱あって履いてなかったら今多分20万以上。え、いや、そうです。これもエドワード・グリーンで、エドワード・グリーンっていうところの靴で、新品だと17万円ぐらいします。17万？はい。匂いだけちょっとオイリー。まあただ靴はね、サイズがあるんで、僕27センチぐらいなんで、そのあたりの人が着てもらえたらいいかなと。これダナーライトじゃない？ダナーライトっすよ。ライト。コラボだね。ダナーとソフトのダナーだいぶ前に出たやつですね。いや、俺は分かんないんで。それめっちゃ前に出た。めっちゃ前だよ。10年。全部いける。上級者の組み合わせはね、そのなんかシャツの襟の襟。かっけえな。いいやつすぎて着ないパターンのやつだね。そうそう。硬いし、重いし、何回か着たけどね。ね、もらおうかな。これ結構あれだよ。なんかもらおうかな。レプリカモデルってあんまないやつです。へえ。これ40万。推定か。それね。元値は30、40近いですね。これ何年の何？ビズミムの。ビズミムなんだ。なんですけど、いつだろう。これだって古いありますよね。2017、18とか。だってこれ商品にいて一発目これだからびっくりした。ちなみにあれですよね、今参考価格は結構安めに。参考価格今ね3万とか出てるんですけど、ちょっともうちょい。いやいや、これは。3万だと俺買いますよ。買ってメルカリで出したら多分10万ぐらいだね。いやいや、もっといける。俺多分1、2回しか着てないんで。転売ヤーやろうかな。じゃあもう今価格きます。その上乗せは別にし放題なんで。それに対して。これもっといけますよ。うん。フリマタブで値切り講習も OK でした。ああ、だからそうそう、先に、あとやっぱ大悟さんが着てたっていう。あ、それがので1、2回ね。1万かな。あれ1万足されるってこと？1万で買います。おい、なんで安くなんだ。じゃあワンが来たから5000円です。結構ね、いいブランドのものがあるんですけど、まあこの辺はなんかパタゴニアとかのちょっと涼しいパーカーとか、その辺めちゃくちゃいいんだよね。いいんだよ。マジで涼しいんだよ。マジで。ちょっと大きめなんだよ。釣りの時とかによう着たら着るんだけど。アウトドア系はマジでいい。いい。ものがこの辺はまあ手頃に買えるかなっていう感じです。それがもう一番全然切ってますもんね。ついてますよ。もう5000円以内とかですね。あら。はい。お買い得。このセットアップも。ジルサンダーはそのセットアップとワンちゃん似合うんだよな。だってこれもこれ僕買おうかなと思って。そのカバンなんですか？これもジルサンダーです。それも買おうかな。俺それめっちゃ渋い。これ渋いよ。なくそうかな。商品なくなっていくわ。なんちょっとかっこいいね。ワンちゃんセットで安くなったりしませんか？なんで値引き交渉されてんの今。練習いいな。キーバックないんですか？いや、これマジ買った方がいい。ただちょっと重いんだよ。いやいや冷静に持ってくには。いやいや全然全然。韓国3泊4日にちょうどいい。それまたvisvimのパーカーが入っていく。本当だ。これも売ってるの。この中にあります。セットリ？これなんか番号シリアルナンバー付きじゃない？ナンバー付きだね。いやわかんないです。適当に見ました。自分でももう何があるのか忘れてる。これとかね。それノースフェイスですか？ノースフェイス。可愛いですね色。可愛い。ノースフェイスこれとブラックの。みんな適当です。遊んでる。それなんかダウン。これ寝袋で有名ななんか。これも北海道もこれでいいじゃないですか。これも暑いですね。今ね。結構最近なんだけどしかも買ったの。これめっちゃいいやつ。これも。てかいいもん持ってんなマジで。ねすごいね。それを売ろうとしてんだから家にどんだけいいもん。ちょっと今度家行こう。いいもん持ってるわ。これとかね。これもお前に似合いそうじゃん。何それ？これもvisvimなんだけど。めっちゃ似合うじゃん。visvimこういう。うわかっこいい。それ売っちゃおうか。これちょっと確かに迷ったね。おじいちゃんになってきたいなって。また変なこと言ってる。絶対おじいちゃんだったら返してっていうか。買った人からね。はい。おじいちゃんに買ってもらいたいですねじゃあ。ちょっとワンちゃんさん。ワンちゃんめっちゃ似合う。かっこいいね。そう服似合うよ。なんでそれ。あれ嬉しいな。まあちょっとでもタンクトップで着るとちょっと痛いけど。チクチクする。チクチクする。いい生地ついてチクチクする。来た来た来た平野急に来た。スイッチ入ってきた。急にカットインしてきた。こいつ今日乗ってねえなと思って急に入ってきた。いいね。足のサイズ一緒？かっこいい。それいいね。これでも靴とバッグですね。これちなみにこれは4万。まあちょっと上がるかもしれない。お前買うっつったら40万だよ。毎日一緒靴。だってこれ40万ぐらいするでしょ本当に。もっとそれしかないです。かっこいい。履いてる様子いいですね靴は。良さが伝わりやすい。かっこいい。でもいいよ。完璧なんですよ。あ、食器とかもね。はい。これなんだっけ？どれだっけ？なんかアイスクリーム用のヴィンテージなんですよね。これはなんか南アフリカのやつで、ヒースセラミックとか。食器とかも売っていいの？これはヒースセラミックとかのなんか色の感じがいいんですよ。これちなみに値段ついてないですけど、買った時はいくらですか？全然覚えてないんだよね。だから適当っす。あ、じゃあいいね。いいね。じゃあゆういちこれでいくらなんか？売り場ですか？この何の知識もない。何の知識もないけどないって言ってみて。8000円。おお。つけるね。そんな高くない？いやいやゆういちの感覚で。8000円、5000円、3000円、2000円、2000円。これが高いんだね。これが一番極端に高い。ガラスとかじゃない高いの。パネライの時計で2011年ぐらいの時に僕なんか日本代表に入って記念で買ったやつです。あ、自分へのご褒美的な。そうそうそう。え、そんなのめちゃめちゃいいじゃないですか。ストーリーあって。そうそう。全然つけない。その年その次の年ぐらいつけて、あともう全然つけてないんで、もうそんな日本代表入ったぐらいで買ってんじゃねえよっていうことで、すごい出し目じゃないですけど、もう出しちゃいます。これはでもいいです。めちゃくちゃいいね。それはまだ価格設定してない。これはまだ価格設定してないですね。全部ね、箱とかも全部ついてる。このなんか保証書みたいなとかも全部ね。とりあえずこのセットアップか。これエルメスの水着。水着か。え、なんかそれあれじゃない？あの時買ったやつじゃない ACL かなんかトランジットなんかね ACL で優勝した後に、はい、なんかどっかの空港で買ったよね。そう、ドバイ空港でなんかさすが覚えてるわ。俺エルメスのなんかブランケットみたいなの買いましたもんこれ一回も履いてない一回も履いてない。でもエルメスはやっぱ人気ですからね、いつまでも。エルメスもそうですけど、普通に鹿島ファン欲しいですけどね、そのね、ストーリーがね。はい、 ACL 優勝したとかはなんか買おうってなってましたよ、ノリで。自由だな。誰一人協調性ある人いないですもんね。それやばいよね。全部うるさいな、なんかこれ意味わかんないよね。それ正規品でそれなの？そう、これなの。トップサイクル、これでいいですか？人臭ダサいなんて言うなよ。でもこれ入ってめっちゃかっこいい。これ何なんだっけな。ナイキなんですね。ナイキなの。おしゃれだな。これいくらがいいですか？これマジでわかんない。2万ぐらいだ。そんなつける？いや、そんないい。9000円だな。9000円で、じゃあそれ。ナイキのパンツ9000円。でもそれ9000円です。めっちゃいいじゃん。冗談。可愛いです。すごいツルツル。これ新品。このパラブーツなんかライン入ってるけど何？わかんない。これなんすか？もともと特別とかじゃない？いや、普段出てますか？入ってるのもあった気がする。これも、あ、これも大丈夫ですね。大丈夫。革靴で匂いついてたら相当や。綺麗だし、めっちゃあんま履いてないですよね。あんま履いてない。買った方がいい。